はい、今、大平山に到着しました。こっちがですね、駐車場ですね。で、こっから、どんどん、歩いていって、まあ、お昼ご飯を食べるような、椅子とテーブルがあるということです。はい。で、昔はですね、ここは、ロープウェイで上がれたんですけれども、今はそれが廃止になって、さっき来た道をですね、ずっと上がっていかないと、この頂上まで行けなくなりました。はい。まあ、僕はバイクだからどっちでもいいんですけどね。ああ、今日ガスってるな、すっごい。うわ、すっげえガスってる。
どうしようこれ。どうしようっていうのはどっちもいいんだけど、全然見えないですね、向こうの島が。めっちゃガスってるわ。まあ今日、天気あんまり良くないですからね。それにしてもすごい。このガスいぐらい。こんな感じですよ。カメラ何も映ってないんじゃないかな。うん。本当はですね、向こうに島とかが見えるはずなんですけれども、めちゃめちゃガスってます。はい。この前まで、入れなかったところが入れるようになってますね。以前こっちは立ち入り禁止か。危険立ち入り禁止。せっかく展望台があるんだけど、ちょっと、ダメみたいですね、今。ここが展望台の下の方ですね。あ、これ桜の木だろうな。ただちょっと下の方はですね、もうだいぶ、つぼみが開き始めてるんですけれども、まだここは、つぼみあるかな？つぼみはあるか。うん。今から開花というところでしょうかね。さすがにちょっと山の上だけあって、遅いんだろうな。で、これが、瀬戸内海ですね、ずーっと。瀬戸内海？あっち州なんだから、まあ、そっか、瀬戸内海っちゃ瀬戸内海か。それで、この前入れなかったところに入れるようになってる。ここ入れなかったんだけども、入れるようになってますね。何があるの？休憩所みたいになってる。すごいエコーするな。これ自由に使っていいんだ。あれ、雨漏りしてますね、ここ。これ、絶対多分雨漏り対策ですよね。よし。それじゃあ、だいぶ、もう何時かな、今。1時半ぐらいになったかもしれないけど、まあ、今からですね、ラーメン作っていこうかな、というふうに思います。はい。これが、鍋ですね。水。ペットボトルに入れた水。ちゃんとあるかな、全部。ガス。そして、バーナーと。めっちゃ物あるな、ちゃんと。で、今日のラーメンはですね、袋麺にしようかなと思ったけど、めんどくさい、後で洗うのがめんどくさいので、やっぱり、これですね。そうなんですよ。これ買うときに、実は、財布ないなって、気づいたんですよね、そのときに。まだ、出たばっかりでよかった。いや、本当はね、こっち来てから買おうか、向こうで買おうか、ちょっと悩んでるんですよ。では、向こうのイオンの方が、よく知った場所にあるし、そっち行こうっていう判断が良かったですね。こっち来てからだったら大変だった。ほんと。今日できなかったですね。まあいいや、良かった。向こうで買おうとして。珍しくナイスな判断でした。はい。ということで今から、作ります。作るって言ってもお湯沸かすだけだけどね。しまったなぁ。今日三脚も忘れた。三脚ないと取りにくいな。どうしよう。今日ほんといろいろ物を忘れてますね。しょうがない。片手でやるか。組み立て。このバーナーももう随分使ってますね。だいぶ結構ボロボロというか、錆だらけなんですけど。ほら。こんなになるもんなんかな？なんか使い方まずかったのかな？まあいいや。まだ使います。これでも。すっごいもうね、なんかもう、何十年って使ってるような感じだけど、実はまだ1年ぐらいなんですよね、これ。こんなになるもんなのか、ちょっと、いまいちわかんないけれども。あれ？ちょっと待って。一応まだ使えますね。まあ、使えるうちは使っていこう。壊れたら今度どうしましょうかね。なんか最近流行ってるのは、ん？ちょっと待ってよ。ははは。すごいことしてましたね。これとこれを直結しようっていう、なんかすごいバカなことしようとしましたね。これがいりますよね、絶対。これ。なんか今日やばいな、ちょっといろいろと。ほんと。ほんとにね、物忘れすぎ。財布だけじゃなくて、なんか、こう、順番までおかしいですよね。こうでしょ。よし。ん？こうやっぱちゃんと入らないかな？片手だと。入るか。ちゃんとこれ閉まってるの？これ閉まってないとダメですかね。よし。よいしょ。
それで、まあこれ、キャンプ用品ですね。うん。去年1回だけキャンプしたんですけれども、その時に結構いろいろ買いましたね。今年はもっとやりたいな。うん、もっとですね、こう、行きたいですね。去年やったの、キャンプしたのが3年ぶりだったかな。その前、2012年くらいまでは年に2回とかやってたんですけども、ちょっとですね、なかなか、それ以降あまりやってなかったですね。よいしょ。そろそろそういえばキャンプシーズンだな。よし。それで、あれ？これちょっと閉まってない。大丈夫なんか今日本当に。よいしょ。しっかり閉めて。よし、それじゃあ、水を入れまーす。まあ、このカップヌードルのいいところは、ここですよね。後で洗わなくていい水だから。どうしてもね、最後はここに落ち着きますよね。水を入れて、あ、汚れ確認しなかったらいいかな。まあ、大丈夫か。沸かせば、沸騰させれば大丈夫ですね。という適当な。よし。さてさて、そろそろ沸いてきたので、じゃあこっちにですね、入れてみましょうか。これ、食ったことないんだけど、うまいのかな？普通のシーフードとどういう違いがあるんでしょうかね。開けた感じはね、なんか具材が少ない気がするな。大丈夫かな、これ。ちょっと安かったからこっちにしたんだけど。お、沸いてきた、沸いてきた。やばいやばい。よし、これで、オフにして。さて、片手で入れられるのか、果たして。無理だね、これね。どう考えても。しょうがない。どうしよう。ほんとミスだな、これは。こうすればいいのか。あ、きついわ。こんな感じですね。入りました。さて、蓋がないので、これを重しにしたい。これを重しにしましょう。よし。これで3分待つということですね。よし。それじゃあ3分経ったので、いただいてみましょうか。行きましょう。3分経ったので、測ってないんですけどね。適当。なんとなく3分かなという。あ、でも感じは普通のシーフードだな。なんかいつも食べるシーフードと変わらないですね。日清のやつと。だって味はどうなんだろう。なんか、うん。ふやけたら感じは普通のシーフードになってる。その前にちゃんと戻ってるのかな。じゃあいただきます。これ食いにくいよ。どうしよう。こうかな？もうちょっとかな？ 3 分じゃなかったかも。いや、3分かもしれないけど、もうちょっと経った方がいいかもしれません。はい。よし。改めて気を取り直していってみよう。さて、お味の方はいかがなんでしょうか。ちょっとまずスープ飲んでみようかな。まあ、やっぱ若干味違うのかな。でも比べてみないとわからないな。普通のシーフードよりだいたい40円くらい安いんですよ、こいつ。待て。具の味は全然違いますね。これなんか、麩みたいな感じですね。
カニカマっていうより、こいつ。うん。具は普通のシーフードの方がいいな。卵はあんまり変わらないな。あとなんかタコがあったような気がする。あった。タコ。うん。タコは普通にタコですね。うん。キャベツは変わんないだろうな。うん。ですね。なんて言うんだろう。口に含んだ時の風味がですね。それはやっぱり普通のシーフードの方がいいですね。なんか変な匂いが、変なっていうか、いや別にそう腐った匂いとかじゃないんですけど、ちょっといつもと違う匂いがするんですよ。うん。だからどっちが美味しいかって言われれば、普通のシーフードの方がやっぱ美味しいかな、日清の。でもこれも、まあ、値段、そうっすかね。うん。まあ、40円ぐらい安いんだから、まあ、食べれないってわけじゃないし、これはこれで、まあ、ありかなと思います。ただ、まあ、どっちがうまいかって言われれば、日清カップヌードルのシーフードの方がうまいっすね。うん。まあ、どっちがうまいかって言われたらね、まあ、これはこれで食いますけれども。はい、というわけで完食しました。なんだろう。なんかあれだな。後味が残りますね。何の味だっけのこれ。わかんないんですけども、普通のですね、日清のシーフードヌードルと、このイオンのやつ比べると、なんかこっち変、ちょっと変な後味が残るんですよ。変っていうほどじゃないんですけど、何なんだろうな、この味。ちょっと気になるんだけど。まあ、どっちがうまいかって言ったら、やっぱり元祖シーフードの方がうまいですね。いや、あれはやっぱうまいわ。うん。まあ、ずっと生き残ってるだけはある。まあこれもね、食べられないっていうほどまずいっていうほどじゃないんですけれども、まあまあ値段相応ですかね。うん、個人的には。まあまあ、ちょっとね、金欠の気味の時はこれでも十分代用は効くなと思ったんですけど、何なんだろうな、この味。なんかこれっていうのを思い出せないんだけど、でもなんかちょっとあれですね。後味はなんか残ります。いつもと違う。うん。ってな感じで、今日の、2でした。うん、今からですね。片付けて。まあ、カップ麺はこれがいいですよね。これ捨てればいいだけだから。あとゴミ箱にね。いやー、楽だな、やっぱ。うん。これで。さて、それじゃあちょっとゆっくりして、じゃあ下りに行きましょうかね。